夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで。清水銀行。やっぱり選手はやっぱり試合出るのがやっぱり大事だと思うので、まあ清水でも試合出るか出ないかもまだ知らないですけど、やっぱりもうちょっとチャンスをもらえるために広島よりこっちの方がいいかなって思って、まあ清水からもオファーも来たし、まあそこから多分それで多分決めたと思うな。もともと前からやっぱり有名な選手が多かったし、昔なんかアン・ジョンハン選手とかやっぱりいったイメージがあるからやっぱり上手いイメージしかないんですね。やっぱり嬉しい気持ちはやっぱり嬉しいし、ここでサッカーができるのがやっぱり楽しいです。やっぱり僕はあまり上手いタイプじゃないので、もう僕の気持ちを出してなんかみんなの力をなんかなるようにプレイスタをするのが僕の特徴だと思います。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ這い上がる時が来た。8月11日ビファーレン長崎。やっぱりサポーターたち熱いのがやっぱり感じてるし、スタジアムの中でも試合出る時もやっぱりそれが力になるし、やっぱりいいサポーターだと思います。キム・ボムニョンです。やっぱり J1 の行くためにやっぱりゴールいっぱい決めたより 1-0 で、失点0でやっぱり絶対勝って、勝ち点3点をもらってちょっとずつなんか上がるようにしたいですよね。そのためにやっぱり皆さんの力も欲しいので、それ最後まで声で応援してください。夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで。清水銀行。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ這い上がる時が来た。8月11日ビファーレン長崎。